高輪さんも知ってて、で、そこに行ってる、そこにちょくちょく来てて、春間氏ね。はい。そこにちょくちょく来てて、春間氏がちょくちょく来ててさ、高輪さんにぜひ会わせてくれ。はい。会わせてくれって言うわけよ。春間氏がね。はい。だから、この、わだかまりを取りたいと。わだかまりを取りたいから、ぜひ一緒にもう酒を飲ませてくれって。うん。言って、それ言うんだけど、いや、もうそれは無理だよって言って。高輪さんが会わないだろって言って。いや、だから、それも、だから、春間氏がずっと会いたい。もう、コンタクト取って、もうそれで、もう仲直りしたいんだ。